お待たせいたしました。市民球場です。東京ヤクルトスワローズ対北海道日本ハムファイターズ、この一戦をお送りいたします。スワローズの先発は右の杉山、対するファイターズの先発は左の河野、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。スワローズピッチャーを変えてきました。杉山降板、左の寺島今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。試合は後半6回に入ります。トップバッターは清水、投げた、決まった、ストライク。初球ストライクから、投げた、決まってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、ボール、アウトローへ。第4球を投げた、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球完全に外れた、ボール。第2球投げた、アウトコース低め、カットボール外れて、ボール。投げました、直球空振り、少し迷ったか。投げました、見送ってストライク。追い込んでから第5球投げました、打ちました、内山余裕があります。ファールグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番佐藤、これが3度目のバッターボックス。第1球投げました、初球はストライク。第2球ストライク、膝元厳しい球でした。これで追い込みました。投げました、外れた、ボール。第4球を投げた、ボール。投げた、ストレートはボール。第6球を投げた、外れて、フォアボール。バッターは6番細川、今日はファーストゴロとセカンドフライ。投げた、ボール。まずアウトコース低め、投げた、決まった、ストライク。第3球を投げました、ボール。次は4球目、投げました、打った、ファーストの横、西田そのままベースに入って3アウト。ファイターズファーストランナー残塁。6回の表が終わって1対0です。ファイターズリードで迎える7回です。バッターは高浜。第9球初球から打ってった、1、2塁間への当たり、寺島取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は水野。ファイターズ続けざまに代打を起用してきます。ボール。第2球カットボール空振り、タイミング合いません。投げました、3球目ストライク。追い込んで第4球を投げました、打った、ヒット。水野ナイスバッティングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは9番上野、今日3打席目。第1球投げました、初球空振り。第2球外角低め、ボール。第3球を投げた、打ちました、ピッチャー返し。そして今拾い直した、アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。ランナー一人を置いて迎えるバッターは今川、寺島ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。まっすぐ見送ってストライク。第2球ボール。第3球を投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ファールボール。第5球投げた、見送ってボール。投球はこれから6球目、打ちました、ファール。第7球を投げた、ボール。第8球を投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。寺島ここは抑えました。7回の表が終わって1対0です。
サヨナラ勝ち。川端素晴らしい一発で見事サヨナラ勝利です。スワローズの勝ちでございます。勝利投手大下、敗戦投手。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧